僕の15の誕生日に空は東北を襲った。テレビのニュースを見ながら家族で後ろめたいパーティー。まだ一度も現地に行けてないけど、せめて書かなきゃと思った。世界の未来へのメッセージを自然には逆らえない定め、だからって仕方ないとも言えない。僕の誕生日に大勢の人が命日を迎えたんだ。同じ刹那に世界中で数えきれない命がどこかで生まれどこかで消え、身近なところや遠くで大勢、僕が幸せな時でも地球のどこかに不幸せがある。どう受け止めればいいの？同時進行の幸福を。人はいずれなくなる定め、だからって仕方ないとも言えない。どう受け止めればいいのだろう？叱るべくして訪れる不幸。仕方ないとも言えない。